愛媛県産の柑橘や海産物を使った料理教室が8日、松山市宮西1丁目の愛媛新聞富士カルチャースクールで開かれ、松山市内などの主婦ら24人がビタミン豊富な柑橘料理を楽しみながら手がけました。料理教室はウィークリー愛媛リックが毎年開催しています。今回は西日本豪雨で被害を受けた県内の一次産業を応援しようと、今が旬の柑橘にスポットを当て、松山市のみかん料理研究家門田智子さんを講師に招きました。愛媛で栽培される柑橘は種類が豊富で、それぞれの特徴を生かしたメニューが用意されました。参加者は門田さんから作り方の説明を受けた後、グループに分かれ、根幹に豚肉を巻いて揚げたみかんカツや、瀬戸家の薄切りと焼いた鶏肉を合わせた鶏肉のみかん煮など5品を仕上げました。愛媛はみかんがたくさん取れるところですので、そのいろんなみかんを使ってお料理を作れたらすごく楽しかったです。また家でもみかんを使っていろいろな料理に挑戦したいと思います。